皆さんこんにちは、 ODS の堀です。はい、今日小学校何年生かな、それ隠しとこうねまあちょっと高学年の、サッカー少年の背中を見てください。ほら丸いでしょう。一流のサッカー選手ってみんなこう丸いんですよね。まあメッシも誰だったっけ、ブラジルのネイマールも、そうそう、日本人もそうだけど、で普通 S 字カーブって頸椎前腕で、うわっしこりがなくなってる、で腰椎胸椎後腕で、 S 字カーブだったら、腰椎前腕、胸ちょっと頸椎前腕、胸椎後腕、腰椎前腕なんで、座るときにはこの支持面積って、立ってるときはこうね25センチぐらいしかないけど、支持面積が広いんで、こういう S 字カーブは一つでいいんです。ここだけ頸椎の前腕と、あとはあの胸椎腰椎は後腕でいいんですよね。で面白いことを聞いたんで、今みたい、あ、昔どんな姿勢してた、ここに座る、こうですよね。それで僕がもうちょっとだらっとしなさい、一流のスポーツ選手はみんな丸いんですよって言ったら、これを真似してくれて、学校でもやったよね。で学校の先生なんて言ったの、もっとピンとしなさいだらしないって言われてそう、そこがね、律用教育って明治の23年ぐらいからの律用教育が今の世代にも伝わってて、どういう注意を受けるの、あの、うん、背もたれとお腹のところ、お腹と背中のグーのやつこう入れて、あ、入れて背もたれにつけないで、つけないでって、何のための背もたれなんだろうね。背もたれってつけるため背もたれの意味で日本の、ね、試合教育そんなもんです。変えていかないといけませんね。はい、で、そしたら何で息をその時にはピンとする、ピンとして言えば、今度一流のサッカー選手はみんな背中丸いんですよ今度資料を私先生にこれ見てください面白いね。はい、あ、今日は本当にインタビューありがとうございました。はい、ありがとうございます。ODSの堀でした。